やるだけ時間の無駄なコースやっていきましょう。暇だからやったる。おならの音に聞こえない？おならしたことないからわかんない。え、おならってこんな音なの？みんなのおならはこんな音ですか？もっとすごい音じゃない？ブーみたいな。おならしたことないからわかんない。たまにプーみたいな。おならで盛り上がれるなんて、まだまだ若いなぁ、アスカさん。いいね。Hello, good morning, everyone. Good night. 眠っちゃった。皆さん、こんにちは。こんばんは、アスカです。今日もスーパーマリオメーカーやっていきましょう。世界初、奇跡のドッスンの動きを見れるコース。Let's play! 地上波初登場。いや、びっくりした。何よ。何やってんのよ、あんた。横の動き。カエルみたいやん。やだ。あ、やっちゃった。ウケる。おい。人が入ってるよ。中絶対入ってるわ、人が。はい、続いては、ファイナル壁キック、やっていきましょう。こちらは、リスナーさんからいただいたコースになります。ツバメって読むのかな？なんだろうね。ムス、みたいな。よし。トゲに当たらないように、あと、どっちに行くか、考えながら。おい、登る。この狭い道を通るってか？はい。こっち行って、ちょんちょん、で、ここ、オッケー。あ、マジか。狭いね、狭きもんだね、そこ。ほい。あ、やべ。はい。やったー。はい、登る。左側？あ、よっしゃー。うわ。はい、こっから、勝負。ほい。上行って。ほい、オッケー。オッケーオッケー。で、このね、真ん中に入る、真ん中の矢印のとこだね。一回下行った方がいいのかな？下行って登る感じがいいかな？そうしてみる。ほい。こうして、あー、うっそ。ほい。ちょっと待って、ここが本当の休憩タイムだよ。給水所。で、ピーを押してもらって、私はまたここに戻ってくると。はい。おい。あ、やばい、ちょっと、オッケーオッケー。あー、神様ありがとう。これが神、壁キックのいいとこだね。ダメだね。いいかな。オッケーオッケー。はぁ、あ、あ。遅刻、遅刻して締められた感じ。なんかマリオ塾みたいのがあればいいのに。絶対お母さん行かせてくれないよね、そんな塾。マリオ塾。結構月謝高いんでしょ、しかも。電気代かかるからね、マリオ塾は。はい。オッケー。来ました。マリオ塾の話を、こんなんで死亡してたらね、マジ先生に怒られるから。てか、マリオ塾自分で作ろうかな。はい、じゃあ今日は壁キックから始めるよ、みたいな感じで。先週やったヒップ耐久できた？それを交えて来週テストするから。いきます。はい。ちょっと、高さ。オッケー。オッケー、キャップ。ちょっと待って、はい。遠い。いけ。よし。あよかった。無制限で。はい。オッケー。かい。ね、これは上行く？えこれ下どうなってるか忘れちゃってんだけど。ここにまでにさ、来るのに時間かかりすぎてさ、見たのに忘れた。え、どうなってたっけ？泣く。あ、ひらん、ひらん、ひらんで行くんじゃなかった？神様！おう、ジーザス！おう、オーマイガー！超ジーザスだよ、ありがとう！ちょっと待って、休憩ね。そんで、ちょんちょんして登って、へいへいへいか。
行っちゃう？はい。え、ちょっと待って。ちょっと待って。まあ、とりあえず登って登って、はいはいはいみたいな感じだよね。また忘れちった。あ、こうか。はい。オッケー。うわー。ここは大丈夫。落ち着いて。はい。マジこれ蜂に刺されたみたいな声出しちゃったよ。もうやだしか言えないマジで。ちょっと過剰に叫びすぎじゃないかと思いますが、そんなことないのよ。そんぐらいびっくりしたんだって。キックキックと。オッケーだね。もうオッケーしかないよ。オッケー牧場。はい。ちょんちょんと。はい。よし。はい。よし。集中してます、かなり。もう変なことは言わません。オッケー。ああ、自集中モード。ほい。で、ここブラックパック待つ。オッケー。よっしゃー。クリア。いやー、よかったー。イエイ。もうね、ちょっとね、疲れすぎてあまり喜べなくなってしまいました。いやー、結構時間かかった。2時間ぐらいかかっちゃったんじゃないかな。いやー、しのちゃん、難しいコースをどうもありがとう。いいね。はい、続いては、制作時間1年、クリアチェック2週間、最高傑作見ていきましょう。結構クリア率高めですね。相当強いボスが来るんじゃない？覚悟しとかないと。来るよ。きたーお前か、お前か、最高傑作は、おら死ねさよなら、うりゃ。制作時間1時間、クリアチェック、間違えちゃった、間違えちゃった。制作時間1年、クリアチェック2週間。いいね。リアルだね。制作時間1時間で私の心の声が出てしまいました。はい、それでは最後にポッキーさんのエンディング演奏を聞いてお別れしましょう。OK でした。バイバイ。はい、それでは今日は終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただき、どうもありがとうございました。動画楽しんでいただけましたら、チャンネル登録と高評価と、Twitter のフォローもよろしくお願いします。はい、これ、リスナーさんからいただきました。かわいいでしょ？頭につけてるのは多分キティちゃんですよね。うん。でも鶏に見えるのは私だけでしょうか。なんだろう、なんか鶏に見える色合いかな。かわいい、ありがとうございます。はい、それではまた明日も見てください。アスカでした。バイバイ。